夕方のエサンジビュジュルジュルじゃねえよやべえ。今からですね、夕方の餌準備をしていきたいと思います。飼育員がどんな餌準備してんのみたいな、野菜を切ったやつとプラスあっちの飼料ペレット系と牧草系も、あの牧草系、ああ今から準備する、はい、うん、じゃあういういこれはここバクのバクですね。ここ考えるんですか。マレーバクの今日の夕方はバナナと人参ですね。あとプラスペレットがあります。固形飼料です。これがカンガルーの歯が悪い子用のやつで、カンガルーの晩ご飯、芋、キャベツ、リンゴ、芋、人参、スライスしたやつ、食べやすいように全部こういうスライスですね。とこれがキツネザルです。キツネザル、プロキツネザルと山嵐。山嵐結構もう歯が強いから雑っすよね、うん、このまんまでガジガジ食べてくれます。ダチョウ、エミューです。いろんなのがこう固められてるやつで、これは動物の掃除の時にですね、糞をこれで集めるやつです。3個で1つで3つあります、はい、9個持っていきます。これがリスザル、ミルワムもあります。お、それはこれはカワセミ用の笑いカワセミは、はい、まあひよこですね。それはでかいのが羊用のカンガルーとシマウマ用、いろんなやつが混ざったやつです。で今から牧草乾燥、こんな感じでストックされてるんで、いっぱいあるね。チモシーです。これだいたい草食動物はこれかな、大量にあります。でもこれ半月よね、これなくなるの。そうですね、だってカバだけで15食一日30キロ皮だけで30キロ使ってる。よっ、もう大体どんぐらいの塊で何キロってなんか大体分かるようになってくるよ ね。あと2キロみたいな、こんぐらいやろう2キロでもぴった2キロ多いで今多いだろうって言いながら乗して、やっぱ多かったってもうそりゃ多いやろ夕方用と明日の朝用、明日の朝よ、うん、いやめっちゃ多いよ、動物がでかい分そう量が多いっていう。今日やってるこの餌はもう一部です。園内と動物エリアだけ、マレーバク、レッサー、ヤマアラシ、ダチョウ、シマウマ、キリン、リスザル、クロキツネザル、羊、エミュー、カワセミ、ワライカワセミ、カンガルー、カバで、それがキューブですね。結構動物園じゃメジャーっていうか、うん、それがこれもペレットで、それが大豆カス、これはカルシウム、カルシウム不足になりやすいので粉を、はい、これと牧草、はい、カバも牧草だとちょっと色が変わる。これはまあその動物に合った大きさ、まあカバ用のこれと、あるときはおからをあげてます。おからがなくなったらこっちをペレットをあげてます。マジで最初に餌準備そう慣れないとめちゃくちゃ時間かかるっていう、大体10分15分ぐらいで終わります、ね、うん、はい、キリンがマメ科の、はい、牧草をマメ科のを食べるんで主食です、ね、白ご飯みたいな感じかな俺らの。大体 3.5キロ。おお、これが夕方の餌ね。ね、でしかもかつこれもこの大型エリアだけの餌、カピバラとかゲートハンプ、そうまだ、はい、別の班はこうやって作ってます。はい、じゃあこれプラスキリンの夕方の木を切りに行きましょう。おお、いけいけいけ、もっともっと午後いけ絶対勝つぞ今から何の木を切りに行くの？大体あるのは多いのはカシの木とシイの木、一般的なのはどんぐりや、どんぐりの木。大体キリンです。落葉樹が結構好きだよね。ですね、はい、キリンの木を切りますが、ここら辺の地元の方に切ってくれと言われるので、はい、それをまあいただいております。今日はこれカシの木。余分なのを取っております。まあ、こうやって霧のために頑張って
木を切ってます。大変ですよこれよし、それで1頭。いや少ない、まだ少ないです。まだこれ2つぐらい。切りづらいね、うん、プロやな。めっちゃ近いい感じの太さですね。これはこの道にちょっともたれかかってきてる木を切ります。はい、じゃあ切ってきてそれを切りに。うわ、2種モテる男やなこれが1食分ね、夕方の1頭の1食分食べに来てる。みずき、みずきちゃん、よいしょ。でこの木の葉っぱとかもできるだけ高い位置につけてね。そう、ああやって餌を、まあ、獣舎に準備して動物たちを返していくというのが、夕方の流れです。でまだねこんだけ餌があるけど、これは他の人たちが使うやつね。で僕もまだ残ってるんで、じゃあ残り頑張ってください。はい、ありがとうございます。